って思えると思うんですよね。もともとスーパーボルダリングはですね、非常にパワーに余裕がありますので、多少こういう重たいボディを乗っけてもですね、軽快に飛ぶことができるということだと思います。なんかかっこいいですね。僕も飛んでるの初めて見ましたけど、なんか雰囲気があって、非常にいい感じだと思います。あとでですね、また展示もさせていただきます。西田君、これいくら？24,000円くらい。24,000円くらい。150円だそうです。お客様に教えていただきました。あ、そうですか。ありがとうございます。やっぱりね、これ人気の商品でして、工場からね、上がって、順調に上がってくるんですけど、やっぱり走っている人が多いもんですから、まあ、なかなか足りてないっていうのが現状みたいですね。はい。耐久が来た。あ、そうですか。すいません、ご迷惑かけてますけど、まあ、工場から順調に上がってくるので、しばらく待っていただければ、入手可能だと思います。まあ、スーパーボイチャーリーをお持ちの方はね、ぜひこういうのボディを、ちょっと、保管されてますけどね。このボディを搭載してもこんだけ軽快に飛ぶという部分が、スーパーボイジャー E の、まあ、性能の表れかなというふうに思いますね。ですね、ちょっと補足させてもらいます。ですね、以前もですね、スーパーボイジャー E の方で、このベル230というスケールを出させていただいて大変好評いただいておったんですけども、今回ですね、例えばのスポンソンですね、水平尾翼の部分といったものをですね、こっちも接着をして、でその上からですね、まあ、言ってみればパテ埋めをして塗装を施してあるような形ですので、かなり綺麗な仕上がりになっております。またですね、機体展示した時に見ていただければと思うんですけれども、であと内部の方もですね、機体を乗せるための銅枠といわれるですね、丸太で作ったですね、まあ、ジョイント部分のところですね、そういったものもですね、元からもう接着をしてあるというふうな形ですので、まあ、今までのものに比べるとかなりですね、楽に搭載することができます。ぜひですね、サンセル4セルの機体をお持ちの方はですね、こういった形でスティールのですね、スーパーボジェイも楽しんでいただければと思います。はい、着陸